キョトール・アキラは、中華人民共和国の政治家。湖南省、流洋県出身。ハルビン工業大学医療。元中国共産党湖南省委員会初期、湖南省人民政府省長。中国共産党、第17期中央機律県委員会委員。第18期、第19期中央委員会委員。1956年9月。 厚生省南章市で生まれる。1984年12月、ハルビン工業大学を卒業。以後、中国運、はじめ河川技術研究院設計院、工程組長、研究室副主任、研究室主任、中国工帝工業総合士研究所副所長、委員会発部副部長、副委員長、副委員長兼河川総総省省長,長、委員長兼東医副書記を歴任。 2001年11月、中国皇帝鍵集団講師副総経理、党組成員に任命。2007年6月、中国皇帝鍵集団講師総経理、党組初期昇進。2013年4月、中国皇帝鍵集団講師当事長、党組初期に就任。2013年12月、中華人民共和国工業情報課部副部長、党組。 副書記、中国国家公典局局長、国家原子能機構主任、国家国防科技工業局局長、東組書記に転任。2016年8月、中京湖南省委副書記に転任。9月5日、水海南省人民政府副省長、大理省長に就任。12月5日、水海南省省長昇進。2020年11月20日、 中国共産党中央委員会は、元立秋らを中国共産党校南省委員会書記に任命した。2021年10月19日に中国共産党校南省委員会書記を解任された。2021年10月23日、全国人民代表大会常務委員会は、元立秋らを第13期全国人民代表大会教育科学文化衛生委員会、 復讐人員に任命した。ありがとうございます。